いますよ。チェリップです。どうぞ。ラッドフレンズで活躍中の2人が新ユニットを結成。今日はできたばかりのデビュー曲を本邦初披露。チェリップで歌っていただきましょう。チェチェチェリップ魔法の言葉。いやチェリップです。ありがとうございます。どうも。さあ改めてご紹介しますよ、はい、高校生ユニットのチェリップ、うん、真央ちゃんとまゆちゃんとみおんちゃん。はい、はい、みおんちゃん何年生？みおんは高校1年生の16歳です。よろしくお願いします。まゆちゃんは？私は高校3年生の17歳です。よろしくお願いします。ということでいよいよデビューですよ。はい、CD デビュー、はい、そうですね。いつ決まったの？そうですね、この夏に決まって8月のもう終わりくらいですね。そうですね、つい最近です、本当に。それ聞いた時どうだった、みおんちゃん？いやまあびっくりした気持ちが一番なんですけど、うん、たくさんの方の支えがあってのデビューだと思うので、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。はい、さあそのデビューの日はまゆちゃん、はい、10月17日の17日に発売になります。うん、はい、どちらで発売？米子市の各番町アルファビルというところで販売されます。はい、そのアルファビルはですね、19日にオープンなので、はい、ぜひそちらもお願いします。お願いします。でもいい楽曲ですねこれ。ありがとうございます。チェチェチェリップ、はい、魔法の言葉、はい、うん、どなたがお作りになったんですか？あのピエール…あ浜田ピエール祐介さんという方が作られていてですね、結構有名で、本当にあの上地祐介さんとかね、上地祐介さんとか関ジャニエイトさんの曲も作られていて、本当にびっくり。すごいじゃないですか、大物の方に作っていただいて。ダンスも素敵でね。ありがとうございます。私たちで作ったんだよね。そうなんです。2人のアイデアもしっかり盛り込まれて入れてもらって。さあどんなアイドル目指しましょうか？そうですね、うん、やっぱり私たちだけじゃ成長できるところは少ないと思うので、ファンの皆さんと一緒にどこまでも成長していけるアイドル目指します。よろしくお願いします。なにちゃんは？そうですね、私老若にゃんにょ問わず言えてます、ね、老若にゃんにゃんにょ問わず可愛いから許しちゃう。ありがとうございます。愛されるような面白いアイドルになりたいと思います。面白いアイドル、もう十分面白いかもしれない、ね、ありがとうございます。何でもやります、はい、私たち、ね、お願いします。チェリップのお二人でした。ありがとうございました。じゃあローカルアイドル全員集合しましょうか。はい、そうですね、はい、皆さんどうも、どうも。